じゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、来ましたよ。日本シリーズな。はい、始まりました。まあ、いよいよ最終決戦というね、プロ野球の。そう、本当にこれが最後の戦いが始まりました。はい、そうだね、日本シリーズ。はい、まあ、舞台はハマスタということで。うん。ね。まあ、相手はもうね、DeNA とソフトバンクというね。はい。まあ、3位と、まあ、パリーグの優勝チームと、うん、いうようなことの対戦相手です。はい、ということでね、はい、今日早速一試合やって、そこの下にもう星があるので、ね、結果は、はい、ソフトバンクが勝ちました。はい。はい、まあ、この対戦というのは圧倒的にソフトバンクがね、優位という、まあ、解説者の、方が多いですよね。まあ、もう多いね、圧倒的にね、うん、まあ、これをどういうふうに跳ね返していくかというね、うん、まあ、そこが一つの注目だろうね。ね、うん、それとあれですよね、それぞれのチームの今の状況だったりとかっていうところでね、まあ、個性とかね、うん、はい、まあ、DeNA の方もね、束になってかかっていかないとみたいなね、まあ、まあ、そうと言ってるので、でソフトバンクの方は、うん、通算その日本シリーズに出て今12連勝中というね、ことだったんだけども、うん、まあ、それがどうなるか、はい、ね、はい、神戸やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします、はい、では、まず先発をね、こうだからね、はい、見ていきましょう、はい、まあ、DeNA の方は、はい、なんていうの、こう、クライマックスシリーズジャイアンツやった時の、うん、一番最後に組んだオーダーにしてきたね、ね、打順ね、はい、梶原を、はい、まあ、梶原で1番で行くかなと思ったら、うん、まあ、小原で行ったね、ちょっとね、終盤、クライマックスシリーズの終盤ね、梶原選手が少し打順下がってるっていう感じだったんでね、まあ、まあ、そうだね、まあ、はい、それと梶原森のこの流れっていうかさ、はいはい、まあ、こういうことも大事にしたのかなというようなね、なるほど、まあ、そういうオーダーになってます、うん、でソフトバンクの方は、まあ、最大の注目というのは、うん、まあ、DH でクライマックスシリーズを戦ってた近藤をどうするかという ね、うん、横浜スタジアムで俺は入れてくるかなというふうに思ったんだけど、うん、まあ、外してきた、うん、ね、で1番を柳田、はい、周東、まあ、今宮が本当は近藤の6番次に打ってたんだけど、うん、今宮を3番にして山川の前にね、はい、うん、で、まあ、山川の後ろを栗原に任すという、はい、まあ、そういう布陣になってきたね。はい、あとはセカンドに牧原を入れたという、うんうん、ね、先発ピッチャーはジャクソンと有原ということで、はい、まあ、試合は始まりました。これ先発ピッチャー DeNA はジャクソン投手っていう風な予想はついてましたか。まあ、昨日発表になってたからね、その発表の前に、発表の前に俺はなんか大抜きぐらいでいってほしいなっていうね、それはなぜかというと、負けるにしても勝つにしてもやっぱり生きたデータを取れるのは、いろんな多彩なピッチャーでコントロールもある程度良くて、まあ、大抜きが一番適してるかなというような、こうデータを取るというか試すというか、生きた、うん、そういった生きたデータを ね、取るにはね、うん、まあ、まあ、でもジャクソンがねどういうピッチングをするかによってもう全然変わってくるし、これは意図としてはこの初戦に、日本シリーズの初戦にジャクソン投手を先発にっていうのはどういった、やっぱもう力があるから、うん、やっぱこう力で押したいっていうね、うん、まあ、そういう思いもあったんだろうね。なるほど、勢いとかね、うん、はいはい、はい、まあ、こういうオーダーでスタートしました、はい、で結果、うん、はい、こうなります。はい、これね、9回にいろいろなことが起こりましたけれども、まあ、そうだね、スコアは5対3でソフトバンクが勝ちました。はい、はい、でまず、まあ、ジャクソン、うん、まあ、ジャクソンのことを言うけども先にね、はい、まあ、非常に良かった、うん、ね、4回3分の2、92球、はい、三振結構取ったな。そうでしたね、うん、なんか連続三振もね、なんかちょっと記録が、そうそうそう、ね、記録5つ連続三振っていうことで、はい、まあ、牧原と誰だったかな、村田さんですね、あ、村田翔さんね、はい、が取って以来5者連続っていうのは、ね、まあ、初めてだということでね、うん、非常に、まあ、いいピッチングだったと思うし、はい、みんなソフトバンクの選手たちがちょっと押されてたなっていうね、速球に対して ね、トータル結局9三振、ジャクソンがね、はい、いや、もう本当に来日して
こう初めてというか最多奪三振を取ったというね、1試合の中でね、はい、まあ被安打は3、はい、あのフォアボールが5つあったんですかね。まあそうだね、はい、はい、でまあ有原はちょっと後で言うけども、はいはい、初回ジャクソンの立ち上がり、うん、まあいきなり柳田にフォアボールで入ったというね、先頭ね、先頭でしたね、はい、で周東にどうしてくるかなっていうふうに思ったんだけども、うん、まあここら辺は打たしてきたね、はい、でライトフライでワンアウト、うん、で今宮の4球目、はい、これライエンドヒットをかけてきて柳田を動かしたんだよね、はい、そしたら飛ばしがピシャッと刺したという、うん、で、ね、今宮が三振ということで、まあ、非常にちょっと不安定な立ち上がりだったんだけども、はい、動いてくれたことによってちょっと助かったかなという、ちょっとやっぱジャクソンも硬かったなというね、うん、まあ、そんな感じがしたし、はい、うん、まあ、見事だったなって、戸柱のね、うん、刺したやつはね、はい、で2回表ソフトバンクの攻撃、はい、はい、で栗原フォアボール、うん、またフォアボールかって、まあ、やっぱこうジャクソンがこう波に乗れない2回、うん、やっぱこうフォアボールでちょっと不安定さを見せながら、はい、でも正木を取ってツーアウトになるんだけども、はい、ツーアウト一塁、はい、牧原がレフト線にツーベースを打って、うん、ツーアウト2、3塁になるんだよね。そうですね、はい、で甲斐、うん、ここをどうするかなと思ってたら、うん、やっぱ申告敬遠したかと、はい、次のね、次有原がね、ね、やっぱこうパ・リーグで打席も立ってないし、うん、まあ、そんなに打てないだろうっていうような、で有原の情報もなあんまりないんだよね、バッターとしての、うん、だからちょっと逆に嫌だなとは思ったんだけども、うん、でもまあ甲斐よりは有原の方がいいかというようなことで申告敬遠をし、はい、で有原に対してボールが先行するんだよね、はい、うん、まあ初球がボール、うん、次ストライク、うん、やっぱ満塁ということでジャクソンもやっぱフォアボールっていうのは嫌だよ ね、 それはね、うん、だから早く追い込みたいということで、うん、なんか置きに行ったようなまっすぐをライト前に打たれるわけね、え、なんとね、うん、でここで1点はしょうがないんだけどさ、うん、ライトの梶原がちょっと焦ってファンブルするんだよね、はい、まあこれエラーに最初ついてたんだけど記録上ね、だけど訂正があってエラーは取り消しということで、まあ有原に2打点ということ、タイムリーってタイムリーになっちゃったんだよね、はい、でまあ1番の柳田に回っていくんだけども、はい、まあ三振ということで、はい、ちょっとこの失点はもったいなかったね。もうこの有原投手がヒットを打った時のベンチの盛り上がりもすごかったですし、いやすごかったね、これね、プロ入って初打点ということで ね、本人もちょっと何とも言えない、うん、びっくりしてるようなね、まあ、ちょっとジャクソンも舐めたかなっていうような、はい、まあ、そんな感じもしたけども、うん、でもこれはもうちょっとしょうがないなって、もうバットに当てた有原が、うん、それが勝手にヒットコースに飛んだという、うん、もうそういうことしか言えないよね。寿司ランナーがいたので手が入るというね、うん、だからまあ、はい、回の申告敬遠も本当に分かるしね、うんうん、これはもう本当に有原を全力で取りに行かなきゃいけなかったというね、うん、いうことなんだけども、まあ、この2点はちょっと大きかったな。そうですね、うん、まあ、ね、この試合は先制がその2点でちょっとしばらくゼロが続くというようなことで、そうだね、うんうん、はい、でその3回表、はい、ソフトバンク、シュート、今宮、山川を、うん、まあ、3者連続三振取るんだよね、はい、だからまあジャクソンも調子は悪くないんだけども、うん、ちょっとね、アリハネに打たれたことがすごくもったいなかったなというね、うん、まあ、余計に思うよね。そうですね、はい、で5回、うん、ね、アリハナから始まってワンアウト、はいはい、で柳田センター前、うん、でシュートのところで2球目にパスボールがあるんだよ、はい、そうでしたね、で難なくセカンド、うん、そのシュートは三振に打ち取るけども、うん、今宮をフォアボール、うん、でバッター山川ツーアウト1、2塁ね、はい、はい、でここで、まあ、ジャクソンを諦めてね、うん、まあ、三浦監督が中川を送るという、はい、でここら辺でどういくかなっていうね、うん、まあ、一つの注目があったんだけども、はい、まあ、ワンボールツーストライクから、うん、三振ということで ね、まあ、系統はちょっとうまくいってるなという ね、まあ、そんな感じがしたよね、うん、はい、はい、でね、攻撃らしい攻撃ができない DeNA、うん、5回、はい、裏、うん、ね、森が、はい、ファースト内野安打、
まあここら辺はね、でもね、森はね、なんとか出ようとしてセーフティーバンドの構えをしたりだとか、ね、いろいろしてるんだよね、はい、だからまあこういう気持ちがあるとやっぱこういう悩んだが生まれるというね、うん、まあ不思議なんだけども、はい、やっぱなんとか出たいという祈りが通じたような悩んだだったね、うん、はい、でここで、中川を変えてピッチャーとかね、うん、ピンチヒッターフォード、はい、これノースリーになるんだよ、はい、ボール3ボールね、うん、スリーボール、はい、ボールスリーになってどうするかなと思ったら、うん、取りに来たカットボールを強振するんだよね、はい、まあ飛距離は十分だったんだけど、まあファールになる、はい、まあただ考えるようによっちゃここね、うん、フォアボールでもいいんだよね、うん、まあ確かに報道を送ったお前の一発で同点にしてこいみたいな、まあそういうこともあったとは思うけどもね、うん、まあ冷静に考えたら、まあフォアボールでもよかったなという、うん、まあだけどすごくノースリーから打つ積極性も、まあ悪くはない、うん、悪くはないし、ただ3ボール1ストライクからまた打ちに行ったボールがちょっとボールだったんだよね、うん、高めのカットボールね、うんうん、だからここら辺はやっぱもったいないと思うけど、だからここら辺を止めてるとフォードの良さが消えるんだろうね、うん、だからまあまあこれは結果だからもしょうがないけども、うん、まあフォアボールでもいいよという選択肢があればちょっと変わゲームの展開が変わったかなという感じがしたけども、うん、まあちょっともったいなかったなというね、はい、まあそんな感じがしました。はい、はい、で6回表、うん、ね、栗原、はい、ここから坂本に変わるんだピッチャーね、はい、そうですね、左の、はい、でライト前ヒット、はい、初球のスライダーをね、で正木のショートゴロの当たりを森がファインプレー、ね、まあよく取ったよね、はい、普通逆シングルで行くんだけど無理してちょっとこういう使い方したんだよね、うん、まあだけど一つをねしっかり取りたいということで、キャッチからそのスローイングまでね、うん、すごく丁寧に行ったなという感じがして、うん、まあ、森も成長したなとか思ったね、ここはね、このプレーはね、でワンアウト一塁、はい、うん、で牧原がセーフティーバントで送るという、うん、でランナーセカンド、はい、やっぱここら辺はね、そつなくやってくんだよね、ツーアウト二塁、うん、それでツーアウト二塁でしょ、はい、でそしたら甲斐、うん、ここをまた申告敬遠するのか、うん、まあ有原がもう6回だし、うん、変わってくるのか、でネクストには中村が立ってんだよね、はい、で、うん、一応勝負にはいってるんだけども、うん、ボール2になってから、はい、申告権、うん、で向こうも有原を変えたくなかったんだろうね、甲斐、うん、と勝負してほしかったんだろうね、うん、だから中村をこうちゃんとした形で立たしてたけど、ネクストに、はい、まあ変えることができずに有原を来た、うん、はい、ああやっぱ有原で来るかと、うん、本当はこうなんていうの、三浦監督は変えに行ったんだけどね、ピッチャーをね、うん、ね、もうそれでもボール2になってから申告権したんだけどさ、はい、変えてくれなかったというね、うん、まあそのぐらい有原は良かったという、うん、うん、それでまあ有原をまあ打ち取ったんだけどもね、だから点をやらずということで、うん、で8回、はい、ここは山崎康明が出てきて、はい、ソフトバンクの攻撃ね、ソフトバンクその前に佐々木千早投手になっていて、はい、ここの8回から山崎投手が出てきますね、はい、はい、で山崎は先頭打者山川に、うん、まあ、11球かな、そうですね11球ね、うん、の対決で、まあ、フォアボールを与えたんだけどもね、はい、それで栗原、うん、まあ、きっちりやっぱ5番でも送らせてくるね、向こうはね、うんうん、送ってきて、はい、ランナーセカンド、はい、まあ、ピンチランナーに川瀬を送ってる、そうですね、はい、でここでとっておきの近藤をピンチヒッター、はい、ここでも申告敬遠、うん、ね、もうね出てきてすぐ申告敬遠、いやでもね、うん、俺三浦監督がずっとクライマックスシリーズから申告敬遠をものすごく出してるけど、はい、これ俺すごくいいと思うんだよね、うん、まあ、やっぱこう抑えるところというか勝負しないところから徹底して勝負しないという、うん、もうそういう姿勢が出てるから、はい、これはやっぱり近藤を無駄に使ったということになるのは0点に抑えるということだもんね、はい、これはもう、ソフトバンクサイドからすると申告敬遠されるかなと思いながら、まあまあ思っただろうね、うんうん、思ったけどもまあまあ近藤を出してプレッシャーをかけていくという、うん、はい、でピンチランナーに尾形というね、はい、はい、で牧原、うん、ね、ワンアウト1・2塁、1・2塁、うん、
でセカンドに痛烈なライナー打つんだけど牧がファインプレーね、うん、で甲斐が三振ということで、はい、まあ、無得点に抑えるというここもねピンチをしのぎましたね、うん、やっぱりねソフトバンクもね2対0でずっと行ってて、うん、やっぱり1点絶対取りたいんだよね、うんうん、だけど与えなかったという DeNA の投手陣は見事だったんだよ、うん、ここまではね、はい、で9回、うん、で堀岡が出てくる、はい、でピンチヒッター峰井、はい、ね、うん、でセンター前ヒット、はい、まあ内容はあんまりね、まあ、打ち取ってるんだけども、まあ、ヒットコースに飛んだというね、うん、でピンチでヒッターあのピンチランナーを川村、はい、で柳田、はい、三振、うん、周東がセンター前、はい、まあ、綺麗に打つよな、ね、でやっぱりこう今宮ワンアウト1、2、はい、今宮が三振三振フォアボールレフトフライ、うん、完全に抑え込んでたんだけども、はい、まあ、ここでやっぱりねチャンスの時にはもう決め打ちしてくるよね、うん、まあ、ファーストストライクまっすぐをライトオーバーのタイムリーツーベース、うん、まあ、エラーがあってサードまで進むんだけども、はい、まあ、これが2点タイムリーになるというね、うん、はい、で、まあ、そのままファーストに入ってた川瀬を打ち取り、うん、まあ、栗原、はい、ツーアウト三塁ね、うん、これがレフト前というね、はい、で3点目を上げ、はい、それで、まあ、最後、はい、もうオスラが出てくるね、5-0 ですから、はい、9回裏、はい、はい、でまあ5対0、うん、まあ、これはもうダメだなと、うん、まあ、ただオスナの方も5点あるかというようなことで準備してたら3点入っちゃったからさ、うん、2対0でいくつもりが5対0になっちゃったから、まあ、多少の気の緩みはあったかなと思うんだけども、うん、まあ、オースティンがレフトオーバーのツーベース、はい、で、ね、宮崎戸柱って倒れるんだけども、はい、2アウト2塁、まあ、うん、そこからだよね、はい、梶原がセンター前、はい、いや、それでダイソーの京田が帰ってくるってセカンドから ねこれがタイムリーになります、はいはい、で森の初球かな、まあ、セカンドに進み梶原が、はい、そうですね、まあ、ノーマークでね、うん、で森がまたレフト前、はい、ヒットで梶原を迎え入れるという、うん、で代打筒を、はい、ね、ライト前、ね、うん、で桑原ピッチャーのエラー、はい、ね、これもなんかああ終わっちゃったかなっていうようなね打球でしたけど、まあ、だけどよく粘ったよね、はい、とても、うん、だから粘ってここまで持ってきたというね、うん、だから、まあ、全然恥ずかしくない試合になったというね、そうです、まあ、そういうことなんだけども、はい、まずね、うん、ソフトバンクの先発は有原、うん、まあ、7回104球、はい、ヘルナンデスオスナ手伝えて、まあ、見事だった、はい、でオスナがちょっとね最後やらかしたんだけども、うん、まあ、だけど有原下位のバッテリー、うん、トータル的に言うとやっぱ牧を徹底マークしてるということで、宮崎もそう、はい、でこの2人っていうのは右バッター共通項は、うん、やっぱインサイドを攻められたね、なるほど、ものすごくインサイドを意識させられた、うん、で特に牧、はい、でジャイアンツもそうだったんだよね、うん、クライマックスシリーズに入って日本シリーズに入ってもずーっとインサイドを攻められてる、うん、そのことによってやっぱね外が踏み込めなくなってるんだよ、うん、だから最後この3点、はい、負けがホームラン打ったら逆転だったんだけど、ね、まあそんな簡単には打てない、まあ、そうですよ ねだけど最後もいい当たりだったんだけど、うん、もう一つ踏み込めてないんだよね、うんうん、だからいい当たりだけど頭を越えない、まあ、ちょうどいいライナーになったというね、うん、まあ、これはまあこれ全然負けを攻めてるわけではないけども、うん、まあだけどやっぱりインサイドの意識っていうのはそんなに持たない方が俺はいいと思うよ、うん、まあ、もうちょっとフラットに持つんだったら徹底的にそこしか待たないというかね、はい、いやだけどやっぱりね相手も怖いから散らしてくるんだよね、うんうん、だから意識づけをしてるけども散らしてくるから、まあ、なかなかこうバッターって疑いがかかってて、うん、やっぱまた来るんじゃないかまた来るんじゃないかということであれだけどもやっぱフラットに気持ちを もう一回戻しておいた方がいいなっていうね、うん、まあ、そんな感じがする。それと宮崎、はい、宮崎はねちょっと出されてるんだよね体が、うん、うん、ちょっと落ちるボールっていうのを多投されてて、はい、ちょっとこう前に出されてんだよ体が、うん、で宮崎のいい時って絶対前に出ないんだよね、はい、だから前に出ないようにバッティングをできるようになってくると、うん、すごくいいなと思うよね。なるほど、はいはい、だからその有原と甲斐のバッテリーっていうのはやっぱしたたかだなと思うよね、うん、うん、
それと DNA の方は、はい、いいところは、うん、やっぱ戸柱が2つの通りを刺したということ、ね、一つはシュート、そうです、これはね読み切ってウエストして刺しに行ったというね、もう本当ドンピシャのところに、そうだね、だからまあそういうことっていうのは結構ね、今日でもセーフティーバントをやったりだとかライエンドヒットやったりだとか、うん、いろいろ動かそうとしてるんだよソフトバンクの方はね、はい、だけど戸柱がそういうふうに刺してくるとなかなか動けなくなるということ、うん、でまたシュートも刺されたということで、うん、まあすごくいいスタートを切れたなというね、うん、守備面に関してはね、で戸柱はすごく牽制も入れるし、だからすごくいいなっていうふうに思うよね。まだまだクライマックスシリーズのいい流れは続いてますね。そうだね、うん、まあ、それとなんて言うんだろう、梶原森、はい、まあ、最後オスナーから連打でね、うん、打点を上げていくんだけどもさ、これはやっぱこうなんていうのかな、こういう試合を通じながら、うん、なんかどんどん成長してるなっていう、うん、なんかね2人とも必殺が伝わってくるんだよ、伝わってくるようになったんだよね、はい、だからすごくなんかこう頼もしく、うん、あ嬉しい、うん、感じで見てたけど、はい、まあ、試合は負けたけどね、はい、まあ、残念だけどやっぱこう明日につながるような、ね、あ働きをしてくれたんで、まあ、楽しみだなと思う。なんか最後は本当このまま勢いでいっちゃうんじゃないかっていうようなね試合の流れになりますよね。まあそうだね、うんうん、で一方ソフトバンク、はい、もうさすがです、うん、やっぱね重量感がある、うん、2対0でずっと勝っててね、相手にねちゃもうね DeNA にチャンスって言ったら5回先頭バッターが出て、うん、森が、うん、フォードのとこぐらいしかなんかねドキドキするところがなかったんだよね、うん、そのぐらいやっぱりこう有原と甲斐というのは、うん、やっぱこう抑え込んでいくというね、うん、そういうピッチングができてたよ、うん、それとやっぱりこう一戦目ということですごく意識づけができたなっていうピッチングをされた、うん、あだからすごく明日からもなんていうその意識を元に組み立てができるようなリードもできてたなっていうふうに感じた、うん、はい、はい、まあ、それと打者陣、はい、どちらのソフトバンクの、はい、もう DeNA は言ったからねなんて言うんだろう、チャンスの時、うん、やっぱ9回のチャンスの時だよね、うん、畳みかける攻撃があった時っていうのは、はい、やっぱね勝負が早い、うん、それとね決めて打つ方向まで決めてる、で特徴的だったのが今宮がやっぱ右方向、はい、で栗原も反対方向、うん、こうやってタイムリーを生み出してるんだよ。だからここら辺はねやっぱりね考えたら1点が取りたい時、うん、大量点が取りたい時、そういう時っていうのがバッティングの方向を変えてる、うん、だからやっぱレベルが高い。なるほど、うん、ただね、うん、やっぱこう読み通り、うん、日本ハム戦でピークを迎えた打線っていうのが少しちょっと落ちてる感じがするね、うん、触れてない感じがするというか、うん、あのミスショットも多いし、はい、いやだから明日勝ったらわからないよ。どちらが、DeNA が、うん、もうソフトバンクが勝ったらね、これはやっぱもうちょっと大変なことになると思うけど、もう明日先発ピッチャー多分出てると思うんだけども、はい、モイネロ投手と大貫投手ですね。あもうね明日はもうとにかくモイネロの立ち上がり、そうですね、ね、あやっぱ立ち上がりが少し、下手なピッチャーなんで、うん、モイネロの立ち上がりをどう攻めるか、うん、で大貫よかったですもんね、まあ、この前よかった、あのピッチングができれば、うん、そう簡単にはねソフトバンク打線も打てない、うんうん、だからまあその自分を信じてそうです、ね、投げてほしいなという、うん、でこの前その入り方っていうのは三者三振で入っていったからね、うん、だから相当なインパクトがあったと思うんだよ、はい、巨人の打線にね、はい、だから明日も立ち上がりね、うん、攻撃は立ち上がり、うん、で大貫は立ち上がりにどれだけインパクトを与えるか、うん、まあそこにかかってるかなという感じがするよね。ねえ、はい、ね、明日まであのハマスタで行われて1日空いてあのペーペードームにね移動になるんでね、そうそうそう、 DeNA は何としても取りたいところですね。やっぱね2000重視って言われるのは、うん、やっぱこう移動の時次の日休むでしょ、やっぱね勝って休むのと負けて
連敗して休むのとだえらい違うんだよね、うん、だから2戦目重視って言われてんの、はい、初戦を取っても2戦目負けるとやっぱ次戦うまでやっぱ長いじゃない、負けたまんまで移動しなきゃいけないし、うんうん、だからそういう意味では大抜きね、明日勝てば本当に向こう行ったらチャンスが生まれるかも。そうですよ、うん、だからこうね2戦ハマスタでして1日空いて次3連戦、そうそうそう、ペイペイドームなんでね、そうそうそう、また横浜に帰ってこないとね、いけない。まあそうだね、なんで、ね、はい、としてでも勝たないとっていうことですかね、まあ、うん、はい、まあでも今日は、うん、なんていうの、 DeNA の方はこれだけピッチャーを使ったんだよね、はい、でやっぱこれ使った理由っていうのはさ、うん、やっぱしのいでいかなきゃいけないっていうこともあったけども、うん、やっぱ場になれるというか雰囲気になれる、これだけの選手を使えたんだよ、6人ね、6人、うん、でもそのソフトバンクの方は慣れるって言ってもこの3人しか使えてないという、うん、ね、だからそういう意味ではなんかこう大事な場面でこうスッと入っていきやすいのは DeNA が雰囲気を作ったかなと、つかめたかなという感じがするし、うんうん、まあソフトバンクは百戦錬磨だからな、まあそう言っても、うん、まあまあ、まあ王者っていうのはもう間違いないし、うん、まあだけど、まあ負けたからといって悲観するような内容でもなかったし、ね、うん、うん、明日につながるような3点も取ったしね、はい、でもこの3点取られたっていうことがなんか目覚めに なってなければいいなと思うけどね、DeNA の方から言えば、はい、まあ、ソフトバンクから言えばこれが目覚めだよっていうかもわからないし、うん、まあ明日ね両先発ピッチャー立ち上がりと攻撃も立ち上がりと、うん、ね、ソフトバンクはじっくりいくだろうし、はい、うん、まあ明日も楽しみな試合が待ってます。はい、オーダーはまたねどうなってくるんでしょうかね。まあそうだね、そのあたりも、ね、まあ、DeNA の方は、まあ、そんなに変えてこないと思うけどね、うんうんうん、ね、はい、ということで、まあ、ソフトバンクもそんなに変わらないっていうふうには思うよ、うん、はい、同じ右だしね、はい、ジャクソンとね、大抜きは、はい、はい、まあそういうことです。第1戦は5対3でソフトバンクが勝ちました。はい、はい、まあ明日はどうなるんでしょう、はい、楽しみです。